はい、こんにちは。岩崎です。よろしく。さあ、今回は、数列の極限に入ります。で、数列には一般項の極限と和の極限というのがありますが、一般項の極限、全部で5個の基本があります。5個です。はい。無限大分の無限大、無限大引く無限大、R の N 乗、等比数列の極限。そして、全化式解いてリミットです。それでもダメなら最後の手段で挟み撃ちの原理という、この順番にやっていきます。 今からやるのは、無限大分の無限大の極限。および、無限大マイナス無限大の極限です。では、具体的に問題入っていきましょう。では、問題の一番に参ります。いきましょう。えー、こちら。数列 AN の一般項。もう出てます。AN イコール、2分の 1A の N たす1である。その時にこちら。ほら、極限の基本は何だっけ極限の基本は、 まず入れてみる。だったね。極限の基本は、まず入れてみることから始めます。やってみようか。はい。a のイコール2分の1の n たす1で、これ n が無限大になってきますから、はい。2分の1かけ無限かける無限。なので、この an 自体、これは無限大に発散します。正の無限大に発散します。もちろん、a の n たす1だって n を1個増やしてるだけなんだから、これ a の n たす1という項は、 こういう形。2分の1、n たす1、n たす2となります。なので、n 無限大だったら、もちろんこれは、無限に大きくなるよね。そう。つまりだ。今、僕らがやろうとしている括弧一1番は、まさに、無限大分の無限大の極限なんですね。よし。じゃあ、簡単なものでちょっとだけ確認してみようか。はい。少しだけ見てください。はい。軽く3問ほど用意しました。復習ですね。 はい。極円の基本まず入れてみる。例えば N に1万ぐらいの数字入れてみようよ。1万入れたら N 自乗したら1億だよね。そうするとこれ2億足す3分の4億引く5万ってところです。分母と分子が次数が同じであれば、はい。同じその2次の式で N 自乗で割り算します。そうするとこれ0に近づくね。これも0に近づきます。 はい。ちょっと横にイコール汚いですが、こちら、これ右に行きます。2分の4。約2に近づくんだったね。一方、括弧の2番みたいに、分母が1次分子が2次のように分子の方が次数が高い場合、もちろん、思いっきり大きく無限になりそうだね。はい。その通りで、分母分子を N で割っても N 次上で割っても構いません。どっちもいいよ。とりあえず、N で割りましょう。 はい。N で割ったらこのようになり、もちろん、この部分は0に近づいて、分母が1、分子が無限だから、この極限は、正の無限大に発散しますよ。こうでしたね。そして逆に、分母の方が次数が高い場合、もちろん分母の方が大きいんだから、0に収束しそうだね。分母分子を N 次乗で割っても、N3 乗で割ってもいいんでした。N 次乗で割りましょう。 このようになり。この部分は0に近づくから、やはり無限分の1で0に収束する。はい、3問復習いたしました。では、今回の問題はもちろん同じようなね、やり方でいけるよね。では、行ってみましょう。はい、各1番です。リミット N を無限大の AN 分の A の N 足す1ですね。AN が出ていますから入れましょう。 こうですね。はい。そして、分子の方も、先ほど計算した、消しちゃったんだけど、はい。n を1個増やしたやつ、a の n たす1は、n に n たす1を入れますから、2分の1、n たす1、n たす1たす1で、こういう風になりますね。ほら、さっきちょっと復習したでしょチラッと見るよ。ほら、分母と分子が同じ2次だったら、n 次乗で分母分子を割ったよね。それと同じです。行きましょう。 分母と分子がともに2次なので。そう、分母と分子を N 次乗で割り算いたします。割り算しましょう。あ、ついでに、ここ、分母分子2倍もしとこうか。はい、2分の1カットしちゃいましょう。カットしちゃいます。それでは N 次乗で割りますよ。N 次乗で割ると、はい、こちら。N は1個消えます。そしてここが1たせ N 分の1になりますね。 はい、こうなります。まあまあ、言ってみれば、このとこは1かけるという意味です。はい、これ、n 事乗で割るから、n、n で割るので1、1たす n 分の1。1たす n 分の2。ちょっとちょっと先生、ここ気づいてないのって、そう、気づいてるんだけどね。別に、あの、やってからでもいいんで、同じものだからね、これ約分しておきましょうか。はい、というわけです。なので、こちらね、n 分の2、これが0に近づきますよ。はい、ってことになりますので、 この計算。1分の1。つまり、1に収束いたします。はい。これが、無限大分の無限大の、まあまあ、そんなに難しくはないかもしれないけどね、えー、練習でした。はい。それでは、一方で、カッコの2番。これで、無限大マイナス無限大の練習をしましょう。はい。カッコの2番です。はい。こちら。何ですか極限の基本は、まず入れてみる。入れてみると、これどうなる n が無限のとき、こちら a n たす1も a n も、まあ、つまり先ほどのこれだよね。a n が無限に大きくなる、AN。a の n たす1も無限に大きくなる。つまり、こちらは、無限大マイナス無限大の極限となります。全部で基本5つあるといった2つ目ですね。無限大分の無限大1つ目さっきやりました。無限大引く無限大2つ目になります。このときはどうするんだっけこのときは、 入れてみるで済めばいいんだよ。だけど、これ入れてみたら無限大マイナス無限大でどうすればいいかわかんないね。なので、こちら。無限大分の無限大に直すのが鉄則です。それでは早速やりたいんですけど、どうします無限大分の無限大にするったってね、うん、難しい。これはどうするか。無理やり分数を作るために、 逆有利化なるものをいたします。よく有利化っていうのをやるよね。分数で。分母を有利数にする。だけど逆有利化なので、分子を有利数にする。どんな作業かやってみましょう。こんな作業です。んどんな作業ってこれね、実は、ここにもともと一分のがあったと思ってください。これ分母がありましたよと。一分のこれになってますよ。で、 分母と分子に、このルートの足し算のやつ。ルートの足し算のやつ、同じものをかけてるんです。ルートの足し算、これですよ。もともと1があったとつもりで、ルート an たす1、たすルート an。分ので、こちらは同じで、これも同じもの。分母と分子で同じものをかけたと。こういうわけです。そしたら、これ分子の方が、 和と差の積は次乗の差だね。ちょっとこれ、差と和の順番逆だけど。はい。変えとこうか。こんな感じ。で、やってあげると、この分子が和と差の積で次乗の差になるから、これの次乗引く、これの次乗に早変わり。こうなりますね。分子が和と差の積で次乗の差。 ルート AN を辞用したら AN です。ルート AN たす1辞用したら AN たす1ですね。では、実際に入れないと計算できないから続き行きましょう。AN があれだったね。AN たす1もさっき出したね。入れます。ちょっと小さくなりますが、こちら入れてみるとこのようになりますね。ルート AN がこれ。ルート AN たす1がこれですよ。で、これは AN たす1引く AN なんでこのような形になります。ちょっとこの辺消して、分子の方を少し整理してみます。 はい。分子を2分の 1n たす1でくくりました。そうするとこれ n たす2マイナス n っていうのが出てきて、n と n は消えますよね。さらにこれ2と2分の1のこれも消えます。さて、これで何が起こったかわかりますかさっき括弧の1番で、これ無限大分の無限大だったけど、分母も分子も2次2次だったでしょ。2次2次だったから、n 次乗で分母と分子を割ったよね。今回はどうでしょうこれ、 分子は N の一次式。分母はっていうと、次乗してルートをかけてますから、結局一次式と同じスピードで無限大になります。なので、分母分子を N で割ります。こういうことですね。一応書いておきました。一次と同じ。まあ、同様に扱うよっていうことですね。はい、N で割ります。 分子を先に書きました。n たす1を n で割るからこう。分母を n で割ると、ルートの中はどうなるかといったら、n 次乗で割り算することになりますね。はい、こうです。さあ、こうなりましたね。このところは0に近づくでしょうはい、これも0に近づきます。ちょっとスペースが足りないので、このまま丸だけします。丸したのは0に近づいてしまいます。いいですか ?n 次乗でルートの中割ったんだからね。 これを n で割ってこれ。これを n で割ってこれというわけです。これ n で割っていなくなり、これ n で割って1足す n 分の1というわけ。で、囲ったやつが0に近づくから。はい、こちら。いくよ。ルートの中は2分の1。これもルートの中が2分の1。そして分子が1。まあ、最後の計算がちょっとだけめんどくさいかな。 はい。分母分子ルート2倍しましょう。分母分子ルート2倍します。ルート2。これルート2倍すれば1。これルート2倍すれば1。ということで、これ2分のルート2ということになりますね。はい。問題の1番は以上となります。無限大分の無限大。そして無限大引く無限大の練習でしたね。それでは、少しレベルアップしましょう。無限大マイナス無限大の曲限今練習したんだけど、少しレベルアップです。 こちら、an という数列のね、一般この極限が、正の無限大に発散するときに、この極限を計算せよというものです。えー、n と同様に、an 自身が無限大になるので、これ全体として極限の基本、まず入れてみる。これをやれば、これ実際に入れてみたときには、これ、無限に大きいよね。 だよね。これも無限に大きいね。つまり、まさに無限大マイナス無限大。ということになってきます。だから、どうするんだったっけ無限大マイナス無限大の極限の時は、はい。無限大分の無限大に直すんだったね。で、その時にやる作戦として、全くさっきと一緒でやってみようよ。逆、有利か。で、行こうか。はい。それじゃあ、これ、計算してみます。 まず映しました。さ、逆由理化です。分母分子にこの間がプラスのものを掛け算します。こうですね。はい。分母1分のがついてたと同じように考えようってうね、さっきと一緒だよね。で、分母にこれのプラスのをかける。分子にこれのプラスのをかければ、和と差の席で事情の差。もう書かないけどいいかなさっきと同じです。さあ、そしたらこれ消えるものがあるね。気づくかな ?AN 事情が消えます。同じですね。 そして、これ、3an--2an なんかが残ってくるので、その辺ちょっと書き残していこうか。はい。こうですね。え分子の方が 3an プラス 2an で 5an。1マイナスマイナス1で2だね。こういうことになってきます。ほら、これで無限大分の無限大になったでしょ分母も分子も無限大です。で、ほら。 これ、n についての一時式とかではないけれども、an についての一時式になっているね。つまりだ、ここのところ、an についてのこれ一時です。で、分母の方はどうかというと、次乗してルートをかけるから、これだって、一時と同様に考えていいよね。一時と同様ってことで書かないで省略しますけどね。そしたらさっきと同じ分母分子を、一時同士なんだから、n で割り算します。 はい。僕今、n って言ったね。an で割り算しましょう。分子 an で割ると5、5たす an 分の2ですね。では、分母の方は、an で割るということは、ルートの中身、an 二乗で割ることになるので、これ1たす。これ an 二乗で割ると、an 分の3。で、これ an 二乗で割ると、an 二乗分の1となりますね。全くこっちも一緒です。an 二乗で割るから、1マイナス。an 分の2マイナス。 AN 次乗分の1ですね。はい。今から僕が丸するものは0に近づきます。こいつ、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 こいつ。これ全部0に近づきます。はい。つまり、分母は1たす1で2分の分子5ですね。はい。こちら2分の5に収束いたします。はい。まず、 無限大分の無限大、そして無限大引く無限大の極限っていうのをやりました。しっかり復習しようね。